ねえ、また佐々木賞選ばれてるんだけど。なんでなの？忖度ってやつ？し、聞こえるだろ。そうとは限らない。今回は佐々木賞は必要なのか？見ていくぜ。翔ちゃん戦ってるかい？ボイちゃん戦ってるよ。絶対に忖度してるってあれ。戦ってますか？戦ってるよ。翔ちゃん必要なのかい？こっちが聞きたいんですけど。まず最初に J リーグの活躍を考えれば、当然の選出と言える。J リーグの活躍を考えたら当然だったよ。やったぜ。あれ、意外。なんか代表レベルにないってよく聞いてたからてっきり。佐々木翔の所属するサンフレッチェ広島は今シーズン4位と絶好調で、佐々木翔は3バックの左で存在感を見せているんだ。フィジカルの強さと1対1の強さ。これは本当に見事で、やはりセンターバックの選手なんだと再認識させてくれる。ということは、佐々木翔は必要ってこと？そこは話が違ってくる。なぜ最初に J リーグでの活躍を話題に挙げたかというと、霊夢が言うように代表レベルにないなど、J リーグ見ていれば到底そんなセリフはできないような不当な評価をされているからだ。だからはっきりと言う。佐々木翔は代表レベルにある。だが、代表レベルにあるイコール代表に必要とはならない。次はそこを見ていこう。なんか複雑なのね。こんな感じでザッパー全般を扱っていますので、チャンネル登録、高評価お願いします。考え方は至ってシンプルだよ。まず、そもそもどこで起用するのか。サンフレッチェ広島で佐々木は3バックの左を担当している。それならセンターバックになるんじゃないの？そうなっていないから代表を見てる人から厳しい評価を受けるんだ。じゃあ、どこで起用してるの？そうちゃん。なんだい？ボイちゃん。左サイドバックで戦えるかい？まあ、できないことはない。よし、左サイドバックで戦うよ。ということで日本代表では左サイドバックで起用された。どういうことだ？当たり前だが、左サイドバックができるのと左サイドバックもできるわ。全く違う。それは南野とかにも言えるわね。佐々木翔を考える上で適正ポジションはどこなのか？ってことをまず最初に考える必要があるな。ここまで聞いた感じだと、左サイドバックは論外。センターバックならありって感じ？ここも実は難しいところで、センターバック起用だから代表に必要とも言えなかったりする。次の点を見てからそこもまとめて総合的な判断に行こう。皆さんは佐々木翔必要だと思いますか？気軽にコメ欄に。32歳という年齢。これが大きく関わってくる。ベテランね。センターバックなら確かに計算できるんだが、今の海外組主体の日本代表に必要かという点。控えメンバーを考えても板倉や谷口、伊藤も入ってきて、これらを押しのけてでも必要なのか。センターバックに関しては十分すぎるほど揃ってるものね。これがもう少し若ければもう少し議論は。いや、厳しいかな。ということは佐々木翔は必要ないが結論。海外組主体の日本代表に関してはな。今回のような国内組主体で、ぶっちゃけ現在の日本代表に繋がらない大会は選ばれてもいいと思う。大会自体が微妙だものね。そう。この大会は現在の日本代表と結びつけるのは難しいので、もう、この大会単体、今回の日本代表単体で考えた方がいい。つまり、海外組主体の日本代表にはいらないけど、今回の日本代表にはいていいんじゃないってことね。実力は確かだからな。センターバックは異様に揃ってますよね。それによって異常に佐々木選手は、叩かれた感じだね。その時の代表でのパフォーマンス、が良くなかったからなおさら。今回はメンバーも違いますから。頑張ってほしいですね。まあ、何事も根拠もなく叩くのはただの誹謗中傷。しっかりとした評価をして判断するのは重要なことだな。特に今回の佐々木の叩かれ方を見ると、完全に J リーグでの活躍は無視してる感じだものね。難しいところは実力があるから日本代表に必要って単純な話じゃないこと。佐々木は時代的にも少しアンラッキーだったなとは個人的に感じたかな。そうね。それではまた次回、戦うよ。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。